よし、じゃあ早速作っていこう。よし、じゃあログインから。あ、よし、アカウントの作成。メールアドレスは死だ。名前を入れたらメールアドレスを入れていっちゃうよ。いいですね。メールアドレスに送信されたパスコードを入力してください。お、できた。ログイン。お、できた。できた。すごい。できた、できた。これでアカウント登録ができました。はい。ありがとうございます。次は、はい、出店者エントリーってのをするんで、そうそう、もうここからね、案内の通りに進んでいけば、はい、いけると思います。はい、次は出店者エントリーしていきます。はい。画面の左側にある出店エントリーをクリック。出店エントリーをするってところが書いてあるので、そこをクリック。ブース名のカタカナ読み、出店カテゴリーをまずは入れていきましょう。はい、はい、ブース名はドラマティカレコーズ。ドラマティカルコーズ。ドラマティテカナタカナ。え、出店カテゴリーがボードゲーム。で、ちょっと下に行くと、代表者の情報を記入していきます。行きましょう。社長の名前だ。社長の名前を書くぞ。な、てるな。あ、な、な、な、これな、な、これじゃないですか。え、違うか。てるなさんのなってなんすか。あ、ほら、ほらさ。出店プランに行きます、うん、出店プランを選択。おうん、販売1ブース無料出店者2名。初めてだし、これがいいかな。これがいいかな。販売テーブルの椅子の数2個にしとこ、うん、出店者の人数が2名だね。2名。アンケートに答えていきます。前夜祭がもしあれば出席を検討しますか。はい。ゴーヤさんがもしあれば出席を検討しますか。はい。イベントを検討しますか。はい。お車の名前を検討しますか。はい。楽市フレッシュドラゴン大賞2025の応募を検討していますか。はい。楽市ドラゴン大賞2025の応募を検討しますか。はい。出店規約を確認してください。チェック欄があるので出店規約に同意するをクリック。ゴー。出たに通知が届くので、その通知が届いてるかしっかりと確認してください。はい、確認してね。